皆さんこんにちは、タコチャンズのタコミです。本日はロジクールのワイヤレスキーボード KX1000S を購入したので皆さんにご紹介したいと思います。こちらのキーボードですが、なんと Amazon で現在 19,800 円。いやー、高いですね。キーボードで 19,800 円ってめちゃくちゃ高いと思います。で、いいなーと思って見たんですけど、いやー、キーボードに 19,800 円はちょっとなーと思いつつ、気づいたらポチっていました。というわけで届いてしまったので、せっかくならと思い皆さんにご紹介しようと思いました。で、なんで私がこちらのキーボード欲しいなーって思ったかと言いますと、私こちらの見えますかね、 M590 というマウスを使っているんですけれども、こちらのマウス、なんと2台のパソコンの自動の切り替え機能を持っている、フロー機能だったかな、といった機能を持っているマウスで、2台のパソコンの画面のこっち側からこっち側までスクロールすると自動でポイントが動いて、その2台のパソコン間でコピペなどもできるといった機能を持っているマウスなんです。で、こちらのキーボードがそのマウスと一緒に使うと、マウスのポインターがこっちのパソコンからこっちのパソコンに移ると、同時にこっちのキーボードもこっち側のパソコンからこっち側のパソコンに移ってくれるというところに惹かれて購入しました。普段自宅用のパソコンと会社用のパソコンを2台家で使うことが多いので、その機能はすごく魅力的だなと思って購入した次第になります。では、少し前置きが長くなりましたが、せっかくなので開封していきたいと思います。あ、重い。このキーボード結構重さがありますね。では、いきます。じゃん。なんとなく、もうすでに高級感が漂っていますね。で、開けてみると、あ、中身はすごくシンプルで、内容量はまず、キーボード本体と、これが、充電用の USB ケーブルでですね。これはタイプ C のものですね。で、あとこちらの USB 接続するためのユニファイリングレシーバー。このユニファイリングレシーバーがすごく気に入っていて、エレコムとか他の商品だと、キーボードに1個、マウスに1個とか挿してって、だんだんパソコンの USB ポートなくなってっちゃうんですけど、このロジクールのユニファイリングレシーバーでしたっけ？これは1台でなんとマウスもキーボードも接続できるというやつで、この USB ポートが少ないパソコン使ってるとすごく使いやすくていいなと思っています。一度ロジクールのものを使い始めると、こうマウスもキーボードも全部ロジクールにしたくなっちゃうんですよね。はい。で、あと中身がこちらの保証書。4点が入っていました。では早速キーボードの梱包を剥がしていきます。あー、キーボード自体が結構重さがありますね。これは810g、 810g あるらしいです。フルサイズのキーボードにしては結構ちっちゃめかなと思うんですけど、見た目に反してすごくこう重厚感がある感じになってますね。では剥がしていきます。お、これが噂のクリエイティブダイヤルですね。はい、出せました。おお、まず見た目がすごいかっこいいですね。なんかこう全体的にマットな感じで、もう高級感があります。まあ19,800 円だから高級なんですけどね。でも、値段に劣らないこの見た目の高級感もあって、とりあえず良かったなと思います。で、特徴的なのがこちらですね。クリエイティブ入力ダイヤル。こちらは、なんだっけな、マイクロソフトの製品とか、アドビの製品とかに、なんかアプリごとにそれぞれ、なんか動作を割り当てられるっていうキーボードなんですけど、アドビだと、なんかこう、フォトショップとか、アドビの写真編集のソフトですと、なんかこう、明るさを調整したり、
あとはなんかデフォルトでパソコンの音量調整したりとかっていうのが割り当てられるものになっております。で、回した感じはこう、ワンクリックごと、半回転ごとにこうクリック感のあるようなカチッカチッといった回し心地、聞こえますかね、これ。あんまり聞こえないですかね。そんな感じになっています。こんな感じですね。この、ちょっと止ま、一回一回カチッカチッって止まる感じですね。で、このダイヤルクリックすることもできて、クリックしながら回すとかだと別のなんか動作が割り当てられるとか、そういう感じになっているそうです。で、こちらのダイヤルについては、ちょっとまだどんな風に使おうかっていうのを考えずに買ってしまったので、今後の動画の中で、なんかこのキーボード、このアプリはこの動作割り当てるとすごく使いやすいよ、みたいなのを見つけたら、ぜひご紹介していきたいと思っています。で、キーボード、まず配列からいきましょうか。配列は、見た感じそんな、すごく変わったような配列はなさそうな、オーソドックスな、キー配列になっていますね。で、Mac も Windows も対応しているキーボードなので、この辺の Alt とか、Start とかのところに Mac 用のコマンドやオプションといったものが、こう左右に分けて記載されていますね。これ結構ものによってはキーボードにごちゃごちゃごちゃって全部書いてあったりするキーボードのある中で、この区切って左と右に Windows と Mac のコマンド、というか、この、が書いてあるっていうのは、個人的には、こう、スッキリしてて、かっこいいなと思います。そして、あと特徴的なのが、こちらの、切り替えボタンですね。このキーボード、同時に3台のパソコンや、タブレットと接続できるんですが、先ほどの、このキーボードの、このフロー以外で、こちらのボタンによっても切り替えができるそうです。で、確かこのフローで自動で切り替えられるのが、同じ Wi-Fi につながったパソコンだけだったような気がしていて、で、別の Wi-Fi をつないだものと切り替えるときは、こちらのボタンの操作が必要だったかなと思います。はい。で、実際のキーボードの押し心地はといきますと、あ、浅い。すごい浅いですね。キーストローク自体はかなり浅いキーボードなんですが、まあ、クリック感自体は結構強めにあって、そうですね、Mac のキーボードに近いのかなっていう印象を持ちます。ただこの、見えますかね、キーボードの真ん中がちょっと丸くくぼんでるんですよ。これが、すごくいいです。指を乗せた時に、ちょうどこの丸いくぼみに軽く収まるみたいな感じで、あ、いいですね。すごい、打ちミスとかが減りそうな、なんかこう、ずっと乗っけてたくなるような、そのなんか、ちょっとすごく乗せ心地がいい丸いくぼみになってます。で、クリック音は、完全な静音とまではいきませんが、すごく小さい方だと思います。図書館、すっごい静まり返った図書館みたいな、本当にちっちゃい音も気にしなきゃいけないような場所じゃなければ、全然気になるような大きさじゃないですね。あと、その他のスペックとしては、バックライトがついているそうです。今これまだ全然開けたてで充電してないので何も光らないんですけれども、バックライト機能がついていて、その使っている部屋の明るさに合わせてそのバックライトの明るさも自動で検知してくれるそうです。で、そちらのバックライトをオンにしとくと、10日間、オフにした状態だと最大5ヶ月充電が持つそうです。で、私は普段あまりバックライトを使う環境でキーボードを使わないので、まあオフにしといて5ヶ月間充電持たすっていう使い方をするかなと思います。で、あと気になった点としては、このキーボード知らなかったんですけど、高さが調節できないみたいなんですね。結構、値段の高いキーボードって、こちらの角度が切り替えられるキーボードが多い印象を持ってたんですけど、このキーボードは高さは固定みたいですね。ただ、手を乗せた感じ、まあ、使いやすい高さになっているので、それほど困ることはないかなと思うんですが、もし結構好みの高さがあるって人は買うときに注意された方がいいかなと思います。はい。
キーボードの紹介自体は以上になります。せっかくこの高いキーボード買っちゃったんで、どんどん使い倒して、このダイヤルとかまだ全然どういう風に使うかイメージできてないんで、いっぱい使ってこんなの便利だよみたいなの見つけて、どんどん紹介していきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。もし動画がいいなと思ってくださっている方がいましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではタコちゃんズでした。ありがとうございました。